それではご覧ください。お茶の間の広本瑠璃です。今日は、私広本瑠璃の編み込みアレンジを紹介したいと思います。イエーイ。はい、編み込みアレンジといってもですね、こう編み込みには裏編みっていうのと表編みっていうのがありまして、これをこうその時のコーデの雰囲気だったりに変えよって変えてるんですけど、まず表編みはふんわり系の時、今日みたいな可愛いような洋服を着てる時に表編みを使います。で、こう裏編みはこうきっちりしてたり、それこそパフォーマンスの時でこうキュッて固めたいっていう時は裏編みを使うようにしてるんですけど、なんで今回は右側と左側で、表編み裏編みを違いを紹介していきたいなと思います。じゃあまずは表編みからいきます。それではこっち側の表編みからやっていこうと思うんですけど、まず上からちょっとだけ取ります。で、表編みの時はこう3つに分けた時に、これをそのまま普通の三つ編みみたいに上にかぶせていくんですよ。で、手前側の3回目の時にここをちょっと取って、今度はその上にかぶせて後ろ側をちょっと取って、はい、これですね。そしたら今度こっちの手前側をまた引っ張って、ここにまた加える。で、今度後ろ側をこうやって上に重ねていくのが表編みです。で、この時にどんどん後ろにしてってるんですけど、こっから全部前から取っていくと、なんか結構ね、剥げて見えがちなんですよ。なんかこの辺が引っ張られすぎて。だから、こう途中までは後ろ目に編み込みを取って、こう下に来た時に優しくかぶせると、こうちゃんと毛量があるように見えるっていうのを、ちょっと気にしてやってみると、仕上がりがいい感じになる気がします。で、編み込みをしてる時に、もうこの辺でさっきのやつは全部取っちゃうんですけど、編み込みをしてる時に結構後ろ目に行き過ぎちゃうと前側に編み込みが見えなくなってしまうんですよ。だから気持ちいい顔の近くを意識して、かつこの耳の後ろ、すぐ後ろに編み込みがこう来るように意識しながらやっていくと結構ね、いい感じに、まあ、ここはご自由にって感じです、もみあげは。で、最後がたゆんってなりがちなんで、もうここね、ここがこう下がたゆんってなりがちだと思うんですよ。最後はもう勢いよく全部一気に取っちゃった方が、なんだろう、仕上がりがすごい綺麗になるんで、もうここは一回でガバって取っちゃって平気です。その方が綺麗というかスッと見える。で、あとはまあここから下まで三つ編みをしていただいて、こういう感じですね。一番下まで三つ編みをしても可愛いんですけど、こうやってあらかじめ巻いとくと、こう下の巻きを残して結ぶのも結構可愛くておすすめです。で、こっから、なんだろう、こう、日によっては、ちょっとずつ、引き出して、引き出すときは、大元の、この、取ってる方の紙ではなくて、その奥にいる三つ編みの方を、引き出した方が、可愛くなります。なんかね、ここを引っ張ると、ブワッてなるから、それよりかは、この三つ編みを引っ張る方が、ふんわりして見えるっていうのがありますね。これが表編みです。はい、次はこっち側を裏編みにしていきたいと思うんですけど、この裏編みは私が普段ライブで編み込みをするときするよっていうとき、それこそお茶の間のまだメジャーデビュー前から、着ている白とメンバーカラーの衣装の時は編み込みからツインっていう髪型でやって
まあ、知ってたよね。やってたんですけど、はい、その時によくやっていたのがこの裏編みなんですけど、何が違うかっていうと3つに分けました。でさっきはこの手前から上に上に重ねてたんですけど、今度は下に下に重ねていきます。で同じように手前からどんどん下に今度は重ねていきます。力取って下に、力取って下にっていうのが裏編みのと表編みの作り方の違いですね。で気をつけるところはさっきと一緒で、裏編みこそこのどんどん後ろにならないように前に来るここのラインを気をつけてほしいんですけど、やっぱり裏編みの方がよりすっきりして見えるんですよ。だから後ろに行きすぎちゃうと前から見た時に見栄えがいいのはここのラインにずっと編み込みがある方が可愛いから、それは裏編みの時こそ意識した方がいいポイントですね。はい、これが裏編みです。表編みはこう編み目が中にあるんですけど、裏編みは逆に表、あ、違うな、編み目が上に出てるんですよ。どん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 、そこの違いで、こっから裏編みの時は、表編みの時は割と全体を引き出したと思うんですけど、裏の時はこうちょっとの毛束を薄く引き出した方が可愛いなって個人的には思ってます。でこっちの方がこう編み目っていうか何ですか、三つ編みがね表に出てるから、ここら辺はふんわりさせやすいと思う。はい、ということで編み込み完成しました。はい、最初に言ったようにこっち側は表編み、こっち側は裏編みになってます。そうですね、やっぱり表編みの時はこうふんわりした雰囲気になるので、こういう可愛いらしい格好の時にこう表編みをしてみると可愛い感じになりますし、逆にこうショーパンを履いてる時だったりとか、あの夏のこうノースリーブにザ・夏みたいな白シャツに短パンとか、Gパンとかの時はこっちの方が結構なんだろう、締まって見えるかなって思うので、こう用途によって使い分けてぜひやってみてください。これはね、こうここで結んでからこう巻き巻きしてクマさんとかもできるんで、いろいろ試してみてください。ということで以上、お茶の間のひろもとりりでした。